ポケモントリビア、ルビーサファイアの NPC に隠された感動エピソード。実はルビーサファイアの NPC の中にはちょっとした遊び心で重要なキャラクターが隠されており、それがルネシティにいるこの子です。 NPC にしては珍しく、私はキリっていう名前なのと名前を名乗っていることに違和感を持った人もいるかもしれませんが、実はこの子はみんな大好きマスダーの増田純一さんの娘さんがモデルになっています。こちらが2004年の増田さんのブログとなっており、そこには、実はルビーサファイアがほぼ完成していてデバッグ作業の段階だった頃に娘が生まれた、この NPC のメッセージは自分で書いて完成間際にこっそり入れてもらったものと書かれており、ゲーム内でキリちゃんはパパとママがすくすくと育って心の温かい女の子になってほしいという願いを込めた名前というふうに自己紹介をしています。当時は激務で出産の立ち会いの際にもこの城どうしますかといった業務連絡が絶えなかったというお話もブログでされていましたが、そんな中でもマナ娘のことをゲームに登場させる遊び心に愛を感じますね。ちなみにリメイク作品の ORAS ではセリフの変更も期待されましたが、こちらは特にありませんでした。チャンネル登録、グッドボタン、コメントでみんなの知ってるポケモントリビアを教えてください。シャロンチャンネル。